ただいまより第23回 MOA 美術館全国児童作品展表彰式を開式させていただきます。昨年は未曾有の東日本大震災の中にあって多くの皆様の尊いお力添えをいただきまして44万2千点もの作品が寄せられました。本展は平成元年からスタートしましたが当時は物の豊かさに反して心の貧しさが目立ち始めた頃で子どもたちの心を育てる作品展として始まりました。今では美育と表現をいたしますけれども美に触れることによって心が癒され前向きに人生を送ろうとする美しい心と好意を育てる教育と言えます。この44万という数でございますけれども、まあ、児童作品展としては日本最大級の数を誇っているかと思います。また、まあ、じっくりとですね、まあ、時間をかいて描かれた絵画の作品あるいは何度も練習を重ねて、気持ちの行き届いた、まあ、所作の作品、まあ、その作品のレベルということにおきましても、まあ、日本を代表していると、まあ、言えるのではないかと思います。そういった意味でですね、受賞された、児童の皆さんはそのことをですね、ぜひ誇りに持ってですね、これからの勉強等にですね、励んでいただければというふうに思っています。今回、まあ、被災地からのですね、多くの作品が寄せられております。まあ、そこからはですね、環境が整わない中でですね、描いた作品ということでですね、まあ、頑張っている児童の皆さんの心がですね、まあ、伝わってまいりました。この MOA 美術館の作品展を通して、まあ、美を通しての心の教育、まあ、美育の考え方をもとに、家庭、地域、学校が一体となって心の豊かさを広げる教育を推進されているところです。まあ、それはいわゆる、まあ、学習指導要領等にも示されています生きる力の育成と、まあ、いうところの、まあ、根幹にもなるところではないかと思います。厚生労働省では子どもたちが安心して健全で元気に育つようなそういう取り組みもしております。このため今年度からこの児童作品展に厚生労働大臣賞を新たに追加していただくことができました。皆さんの作品から真剣に打ち込んだ様子が伝わってきて本当に心打たれるとともに大変元気をもらうことができました。皆さんはまだまだこれから成長していきます。得意な分野はもっともっと伸ばしていただいて社会を支える主人公になっていただきたいと思っています。それではこれより賞状の授与に移らせていただきます。平成24年1月29日文部科学大臣平野博文おめでとうございます。平成24年1月29日外務大臣玄葉光一郎
平成24年1月29日、厚生労働大臣富山陽子。平成24年1月29日、社団法人日本 PTA 全国協議会会長会長。平成24年1月29日、社団法人全国子ども会連合会会長丸山康明。平成24年1月29日、農林水産省生産局長今井。おめでとうございます。平成24年1月29日、財団法人 MOA 美術館文化財団理事長岡田泉大臣。おめでとうございます。今回のこの特別賞は、昨年の東日本大震災という大変厳しい環境の中にありながら、美しいものと出会い創作活動に努力したことを奨励して贈られるものです。平成24年1月29日、財団法人 MOA 美術文化財団。はい、おめでとうございます。受賞されました先生方にご挨拶をお願いいたしたいと思います。名寄市を含め地域の出品作品すべてをこのようなポスターにしてですね、放送紙としてこう地域でも活用している、そのような活動が評価されたというふうにお伺いしております。熱意によってこういう活動がされているということに対しての表彰というふうに理解しておりますので、本当に嬉しく思っております。3月11日の東日本大震災で、海から30メートルの高台にある学校や全地域が被害を受けました。このような中でこの度栄えある賞をいただいたことは、子どもたちや保護者、そして地域の方々にとっては大きな喜びとなっており、財産となりました。まだまだ校舎再開に目処は立っていませんけれども、この賞を励みにより一層努力をしてまいりたいと思っております。この素晴らしい賞と、子どもたちや学校を応援してくださっている地域の皆様方のこの温かい心こそ、本校の何者にも代え難い財産だと、宝物だと受け止めております。これを機にさらに地域の方々、保護者の方々と一緒に、心を一つにしてより良い学校づくりを進めていきたいと思います。和歌山県の MOA の関係の方々、また那覇地方の、MOA の美術の関係の方々に大変お世話になりまして、本日栄えあるこういう受賞をいただきまして大変喜んでおります。これからも子どもたちの健やかな心豊かな活動に精進したいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。見えるものはもとより、見えないものを美しいと感じる心を育むために、そして、そういう子どもたちの心を耕し、種をまき続ける教師集団でありたいと思っております。この受賞を機に、
さらに努力を積み重ね、子どもたちのために努めてまいりたいと思います。 MOA の作品展には全児童で参加させていただいております。で、今回このような素晴らしい賞をいただいたのは、いろんな方々が続けて来ていただいたおかげ、積み重ねがあってからのことだと思っております。平戸市の代表、長崎県の代表として賞を受け取らせていただきたいと思います。今後これからも一生懸命頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、作品の感想文の発表に移ります。今年の夏休みにお父さんお母さんと3人で海に来ました。岩の間に大きなカニを見つけました。大きなハサミを広げてカニが怒っている様子とカニがあぶくを出す様子を描くのが難しかったです。できた時僕は上手に描けたと思いました。僕とお姉ちゃんがどこまで高く漕げるか競争した時の絵です。僕はお姉ちゃんに負けないようにいつも空高くつくぐらい高く漕げます。難しかったところは顔の表情です。工夫したところは空です。一色の絵の具に水の量を少しずつ変えて塗ったところです。いつも見ている空のようにできたのでよかったです。夏休みにいとこのしおりちゃんが北海道から遊びに来ました。しおりちゃんはまだ1歳です。毎日私と一緒にキャーキャー言って遊んでいました。ある日家の隣の畑に行ってみるとすごく綺麗でピカピカ光っているナスを絵に描いてみたくなりました。大好きなしおりちゃんも一緒に描きました。本当に楽しい夏休みでした。しおりちゃんにまた遊びに来てほしいなと思いました。飛べないホタルの本の読み聞かせを聞いて、飛べないホタルが男の子に捕まりそうになったとき、仲間の二人が捕まえてくれたことに感動しました。その後、男の子は捕まえて家に持って帰りました。病気で出たきりになっている女の子にホタルを見せてあげたことが感動して、この絵を描きました。おばあちゃんの家に行くと、小さい時からワクワクしながら見に行っていた春の節句祭り。工夫したところは、担ぎ手の着物の青色がみんな同じ色にならないように、絵の具を混ぜて5色ぐらいの青色を作り、少しずつ色を重ねたり、水で拭き取ったりして変化をつけました。私は12色の絵の具しか持っていなかったので、金と銀の絵の具を初めて買いました。飾りがとても豪華でピカピカ光っているところがとても気に入っています。3週間毎日私の横で励ましてくれたりアドバイスをしてくれたお父さんお母さんに感謝しています。この作品を描こうと思った理由は、民家と農具が夕日に照らされて趣のある風景だったのでいい絵が描けそうだなと思ったからです。小学校最後なので頑張ろうと思って慎重に時間をかけてゆっくりと描きました。民家の木の木目を古さが出るように色塗りを工夫しました。完成した時は嬉しかったです。40歳を迎えた桜の木の後ろに自分が住んでいる町が並んでいてとても綺麗だったからこの絵を描きました。主役の大きな桜の木を引き立てようと思って描きました。枝の分かれたところや細かいところにまで花をつけるところに苦労しました。完成して私は40年生きた桜の木をよく表現できたと思いました。そして自分では100点だと思いました。僕はお正月にお父さんとたこ揚げをしました。去年は牛を描いたので今年は大好きなタコを描こうと思いました。本を借りてきていろんなタコがあることを知りました。工夫したところはタコの中の魚とタコの糸を細く描いたことです。อยู่ชั้นป.4 อยู่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว มาจากประเทศไทยค่ะ
ชื่อภาพสวนสนุกในฝันคำบรรยายหนูวาดภาพจากจินตนาการเป็นสวนสนุกรูปรองเท้าเป็นสายลุงมีคนกำลังตกแต่งรองเท้าอยู่มีสระว่ายน้ำมีเค้กให้กินอย่างอร่อยอร่อยทุกคนวิ่งกันมาตกแต่งรองเท้าให้สวยขึ้นและทุกๆคนมีความสุขกันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะこの作品を描いた理由は家族で楽しくバーベキューをしているところを描きたいと思ったからです描いている時はお肉を本当に焼いているような気持ちで描きました焼いている煙が難しかったですでも完成した時は自分が思ったように描けたのですごく嬉しかったです作品はですね皆さん今ご覧になった通り一人一人がみんな違う絵を描いてるんですねとかく大人になると写真みたいにそっくり実際にあるようなものがいい絵だと思いがちな人が多いですね。だけど写真みたいに描けてるんだったら実際のカメラで撮ったあるいは携帯で撮ったものにかなわないです。絵というのは自分の心が何に感じたのかという感性というんですけどね感じる心何が良いと感じたのか何が楽しい面白いと感じたのかっていうことが表現されていることが大事なんですねこれからもさらに機会があったらまた書いて応募していただきたいというふうに思います続いて書者の部ですこの作品は小学生になって初めての夏休みに初めて出品した作品です暑い中毎日練習を続けました一生懸命頑張って本当に良かったと思いますこれからも努力することを忘れずお習字を続けていきたいです僕は友達がたくさんできたらいいなと思いながらこの作品を描きました。力強く大きく描けるように何枚も何枚も繰り返し練習しました。こんなに大きな賞がもらえてとても嬉しいです。これからもたくさん練習してもっと上手になれるように頑張ります。自由課題なのでお習字の先生と相談をして旅立ちに決めました去年の4月頃からお稽古を始めました美の形が難しくて何回もお稽古をしましただんだん上手に描けるようになってきましたこんな大きな賞をいただいてとても嬉しかったです私はこの字を秋の足音を思い浮かべながら描きましたこの字を書いているときふと庭を見たらアゲハチョウと赤トンボが仲良く飛んでいるのを見て気持ちが和みました何百枚も練習してかっこよく力強い字が書けたのでとても満足していますこれからも先生の教えをよく聞いてたくさん練習して上手になりたいです私が月夜の海を描こうと思ったきっかけは書道教室の題材で四つ切りの作品を描いたことがあったからですでも一枚のお話に描いてみると字のバランスを取るのが難しくてなかなか上手に描くことができませんでした何枚も何枚も練習しましたこれからも日々練習して少しでも書道が上達できるように頑張っていきたいと思います私は4年生の時から姉と一緒に登録が実現することを理論にながら平泉の文化遺産に関した語句を毎年秋に河川紙に書いてその作品を平泉の中尊寺に奉納してきました今年6月26日に世界遺産登録が決定されました6文字をバランスよく収めるのに苦労しましたがなんとか書き上げることができました別の語句を河川紙に書きこの平泉文化遺産の作品と一緒に中尊寺に奉納したいと思っています
おの字、親切な心をどうして書いたかというと、みんなが親切な心を持って人に接してもらいたいと思ったからです。人に親切にしたら、その人は嬉しいと思うし、そうやってどんどん親切の輪が広がるといいなと思って書きました。何回も頑張って書きました。なので、このような賞をもらって嬉しく思います。ありがとうございました。書写というのは、ただその文字を一文字一文字書いているわけではございません。あくまでもその書写というのは、文字ではなくて言ってみれば、言葉を書いているわけですね、言葉を。ですから、ただ文字を正しく整えて書くだけではなくって、その言葉に対する思いというのがですね、その作品の中に、にじみ出てくると、いうのがですね、書写の特色であろうというふうに思いますね。今、お聞きした作文と、作品に書かれた言葉を、一緒に、見てみるとですね、そういったことがですね、はっきり伝わってくるんじゃないかなと思いました。著者といいますのは最初にもお話した通りですね、言葉を書く表現でございますので、ぜひですねここで学んだことをですね、言葉というのは全ての学びの基礎でございますので、これをですね日頃の生活とかですね学習にですね生かしていただければもっといいんだろうというふうに思います。日本の児童だけではなくて世界の児童たちのためにこのような機会を作っていただき本当にありがとうございました。今年で約25周年の外交就航の1年ですけれども、今後とも日本とタイのこの友好関係をますます発展していくことを祈りしまして、また本日受賞された児童の皆様の今後これからのますますの発展、ますますの健康をお祈りいたしまして、私の挨拶といたします。本日はおめでとうございました。はい、撮りますよ。はい。